ムン・ジェインさんのですね、まあ、師匠みたいな、まあ、ノムヒョンさんという前大統領がいた、うん、そしてノムヒョンさんも最初は理念先行型だったけどもだんだん現実的な政策に、でムン・ジェインさんも理念先行型と言ってもいいかもしれない、それがジーソミアは結局延長したわけですね。これによって結局ムン・ジェインさんも現実的政策を今後取るようになるんではないかと見る人もいる、ここはどうご覧になりますか。まあ、我々もそれを期待しているわけなんですよね、はい、でムン・ジェイン政権はこの数ヶ月の間で非常に大きな、まあ、壁にぶつかって、まあ、挫折があったわけですね、国内外で、はい、国内的には例の法務大臣の任命の後の、まあ、結果的に、まあ、クビにしたわけでしょ、はい、これ世論に押されてそれはダメだということで、はいはい、自分は本当にあの任命こだわったのにですね、うん、これ大きな内政的な挫折ですよ、うんはい、今度外交的このジソミアで、まあ、いっぱい血に まみれたってことでしょ、うん、強硬したらこれダメだったと、はい、でこの内外、両政策において大きな、まあ、壁にぶつかって、はい、現実に妥協せざるを得なかったという結果になったわけですよね。でちょうどまさに政権が中間を超えたところで今後ですね、うん現実的対応になるんじゃないの、なってほしいというのが相当、まあ、世論、国内世論ではあるわけですね。世論もそれを求めているところありますか、ね、経済問題もそうですけどですね、だからいろいろ、まあ、彼は考えてるんだけども、だけど我々一つ懸念しているのはね、あの師匠のノムヒョン大統領はね、あの途中で現実主義になった、彼は実用主義という言葉を使ったんですけど、はいはいはい、あの反米主義者が最後は、あのイラク派兵とか FTA までやりましたからね、はいはい、で その結果についてね、あのムン・ジェイン政権、ムン・ジェインさんのスタッフのね、要するに、まあ、要するに民族主義者たちは、あれを教訓にしてね、あの時妥協したからねダメだったんだと言って、今回はね絶対ムン・ジェイン妥協させないというそういう派もいるわけですね。なるほど、だからやっぱそれ世論と若干のせめぎ合いになってますけどね。もう彼の支持層は、はい、まあ、そんなブレてほしくないわけでしょ。まあそういうこと、今のまま言ってほしいわけでしょ、支持層は。4月に選挙がありますから、今ブレると下手に日本に譲歩したら多分ムン・ジェイン大統領や与党の支持者は、やっぱり離れる可能性はあるんじゃないですかね。だけどそこがまあ来年の4月の、はい、まあ、ある種の中間選挙みたいなものですけど、国会議員選挙があって、はいはい、それが大きな山場なんですけれども、はい、ムン・ジェインさんからするとだから今日本とね和解する、あるいは喧嘩するどっちがプラスかっていうのを考えるわけじゃないですか、つまり反日カードが使えるのか使えないのかっていう問題ですけれども、その問題については今ね、あるいは今度4月に向けてはね、反日カードは使いにくい、使えないっていうのが今世論的雰囲気ですよ。使えないんじゃないか、もう一回失敗してたわけでしょ、ジソミア でまたかってことになりますからね、だからその部分は僕は若干安心だし、でしかも今回日韓首脳会談やるわけだから、そこに向けてね、彼は日韓の、まあ、関係改善を私は今 やろうとしてるんで、やってんだということを誇示したいと思いますね。だからそれにはちょっと日本側も合わせていいんじゃないのというのが僕の軟弱な意見ですけど、はい。